あと20秒。10、9。はい、今日はですね、バターチキンカレー飯というものを今から食べてみたいと思います。はい、これバターキチチキンチキンじゃないチキンカレー飯。それでは今からちょっと中を見てみます。オープン。しました。こんな感じですね。これすぐね、5分経ったらかき混ぜるというのがカレー飯の鉄則なんでね、灯油が多かったような気もしますね。これはですね、バターチキンカレー飯、ちょっと味が濃い感じじゃないんでしょうね。混ぜてはみるが、なかなかちょっと線を誤った方が、線誤ったのかな。ちゃんとお湯の線は、ね、カレー飯はね、うま飯ともね、ぶっ込み飯、カレー飯全部食べたことがありますが、このバターチキンカレー飯まろやかは初めです。これどうかなという。あ、でも混ぜ混ぜすればするほど色が濃くなってきますね。なんかさっきよりだいぶ濃くなってないですか？ね、だいぶ濃いですね、さっきより。それでは一口いかしていただきます。辛さレベルは中辛のカレー飯ね。バターチキンカレー飯。意外と思ったより辛いです。確かに、バターチキンですね、これは。うまい。チキンの肉が、まあ、ちょびっと入ってる程度ですけど、味はまさしくバターチキン。まあ、どれもね、カレー飯うまいんですよ、基本的に。まあ、定番のカレー飯うまいし、僕、うま飯もね、好きですね。うま飯は、山椒が効いてるんですよね。山椒を入れると激辛になる、まあありがちな麻婆豆腐とかですけどね。これうまいな、なかなか。どうだっけ、前なんか芸能人の御用達かなんかの緑色のなんとかベーグルだっけ、あれも美味しかったですね。あれはめちゃくちゃ甘かったですよね。意外とうまいっていう人とそうでもないっていう人と分かれましたけど、これはまあいいんじゃないですか。なかなか満足感が得られる。結構お米感が出てきましたよ。ね、時間経つと結構お米だって感じがして、あ、うまい。うん。さっき牛丼食ったんですけどね。それでも結構うまい。トマトの酸味とバターとか、ナマステとか言ってますね。まあ、インドにバターチキンはまあ確かにインドだな。確かにちゃんとしたカレーになってる。カロリーが436kcal。 まあカップヌードルってあんま変わんないね。こっちご飯ですしね。まあ焼きそばのカップ麺よりはカロリー低い。無駄にうまいぜ。よく混ぜると無駄にうまい。確か混ぜれば混ぜるほど実はうまいな。カレー飯シリーズ何であったっけな。カレー飯はそうそう、キーマカレーもあるね。林飯も食べたことある。これもうまい。あとは和風だしカレー飯っていうのがあるね。麻婆カレー飯、全然知らないのが。あ、これプレミアムですね。あと全国で販売って書いてますね。まあバターはそう感じない。バターってトマトはそんなに、まあ酸味があるから食ってるのかな。うまかった。カレー飯食べましたよ。バターチキンカレー飯、これおすすめですということで、気に入っていただけた方はチャンネル登録、またはいいね、グッドボタンよろしくお願いいたします。これはなかなか美味しかったです。